い、皆さんこんにちは。ミートコチャンネルのミートです。今日はね、前回私の動画でも紹介させていただきました、カメラに中性浮力を持たせることができる装置、ステイシー、こちらの新しい使い方を紹介していきたいと思います。今日紹介させていただくのは、スキンダイビングでのステイシーの使い方と、スノーケルでのステイシーの使い方を紹介していきます。スキンダイビングはこのまま使うのですが、スノーケルはちょっといつもと違って特殊な機材を使います。こちらも合わせて紹介していきたいと思います。スノーケルでの使い方は、いつものステイシーとプラスで、こちらの釣り具屋さんで売っている道具を合わせたものを使っていきます。ここはテグスで、ここが浮きで、これがストッパーになります。ストッパーだけちょっと釣り具屋さんでは売ってないんですが、まあ、100円ショップとかで揃います。こちらの機材を使って、これからスノーケルでのステイシーの使い方を説明していきたいと思います。ステイシーにスノーケルセットをつけるための、準備をしていきます。リーカンと結束バンドを使って取り付けていきます。まず、結束バンドは、マクロキットを通す部分、ここに通して、リーカンは、このマクロキットの脇ですね、脇部分に通るようにセットしていきます。こんな感じで取り付けていきます。よっしゃ、取り付け終わりました。でですね、ここに今 D 缶がついています。で、そしたら、このサル缶をここに通します。D 缶部分ですね。はい、こんな感じで取り付けました。まず、ステイシーの浮力をマイナス浮力にしていきます。沈むように設定することで、自分より沈んだ状態での撮影が可能になります。またこのリール、なぜついているかというと、スノーケル時は潜らないので、カメラを、もし沈んでしまったカメラを撮りに行くことはできないので、このようにリールをつけることで自分の手元から離れないように使用することができます。次に、深さの設定をしていきます。深さの設定は、このペグスについている浮きを、ストッパーの位置を変えることで、深さを変えることができます。最後に、こちらのペグスを、カメラ本体につけていきます。付け方としては、この透明なゴムを2つ使って付けていきます。で、今ちょっと付けていきますね。今、ペグスがこういった状態になっています。ここの部分と、ここの部分にペグスをつけていきます。はい、ゴム取り付けました。はい。なぜこのように透明のゴムを取り付けるかというと、撮影中にカメラが、こう斜めにならないように、まっすぐ撮れるように、ゴムで固定していきます。以上でセッティングは終わりです。それでは、ステイシーとスノーケルセットを持って海に行きたいと思います。ちなみに今回の撮影は、見えないハウジングとインスタ360、X3 と、ステイシー、そしてスノーケルキットを使って撮影していきます。Thank you.
思います。今回はヒルズ浜でステイシーとシュノーケルキットを使ってシュノーケルをしながらステイシーで撮影をするっていう撮影方法を試みてみました。いや、シュノーケルだとやはり潜ることができないので、このようにステイシー自体を潜らせるっていうのがなんか斬新だなと思いまして、で実際にやってみてすごいやりやすかったです。思ってたより、あの下からのアングル、この位置からのアングルがすごい綺麗で、スノーケルで家族やあのカップルで撮影するときにすごくいいなと思いました。まあ、これを浮かばせて撮影をしていたんですけども、まあ、いろんなシュノーケラーさん、ダイバーさんからそれ何っていうふうに注目されて、カメラが中性浮力を持ってこうやって浮かんでる姿がすごい不思議みたいで、皆さんにたくさん声をかけていただきました。まあ、実際に使ってみて、やはりあのステイシーとインスタ360シュノーケルやスキンダイビングの相性が超抜群だと思いました。なぜかというと、やはり自分の泳いでる姿って第三者目線から見ることがなかなかできないので、ステイシーを使うことで自分の泳いでる姿、泳ぎフォームやあの楽しい思い出とかも撮影できるので、めちゃくちゃいいなと思います。シュノーケルキットの使い方なんですが、この絞り部分を上に上げたり下げるだけで深さを変えることができるので、すごく直感的に操作することができてとても使いやすかったです。今回使ったステイシーのスノーケルキットの他にマクロキットやリールキットを使うことで様々な撮影ができます。例えばインスタ360や GoPro を海底に置いて下から撮影したり、リールにつないで警戒心の強い魚を撮影したり、様々な撮影方法があります。通常では撮れないような撮影がステイシーを使うことで簡単に撮ることができるので、もしこれから海に行きたいなとか考えている方は、ぜひともステイシーを使って素敵な夏の思い出を作ってください。このチャンネルが少しでも楽しい、興味を持ったよ、海に入りたいなっていう方は、ぜひともチャンネル登録、ベルマークの通知、高評価、コメントお待ちしております。皆さんの応援がとても励みになりますので、ぜひともチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、みーたんでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。